当これめっちゃ聞いたことあったわ。あ、本当ですか。街中歩いてたら耳入ってくるね、この曲。嬉しい。この曲は本当に何回聞いたかなっていうぐらい、あの PV と一緒に見ていて、カラオケで歌ってる時、自分の声をちょっと可愛く思えるっていうか、女の子って感じがして大好きです。ありがとうございます。いや、私はこの曲すっごいカラオケで歌うんですよ、うん、妹が本当に黒沢さんのことが大好きで、あ、そうだ、愛の手みたいな途中にあるじゃないですか、うんうんうん、それを一緒にやるのがすごい楽しくて、好きなものが一緒よりかは嫌いなものが一緒の方がいいなっていうのが、うん、なるほどなって思ってわかるよ。でもね、めっちゃわかるわ。本当に将来の糧にしようと思いました。糧にしよう参考にしてありがとうございます。なぎちゃんは好きな曲は？タバコという楽曲が。タバコ、はい、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの。私が中学生ぐらいの時かなに流行って、なんか歌ってみたとかの動画がすごく回ってきたりとか、なんかカラオケとかでもよく友達と一緒に歌ったりしてて、なんか思い出も含めてすごく好きな楽曲です。ありがとうございます。他にタバコ好きってメンバーは？ちょっと聞き方おかしいな、タバコ吸ってるみたいな。タバコって曲が、タバコって曲が好きとか。好き好き、ありがとうございます。みんな好きなんだね、この感じね。テレパンは何かありますか？私が死んでもっていう曲を、ジャケット写真だと知らない時にすごいそのデザインが好きで、プレイリストのサムネイルにしてて、その後からリボンがメインのフォントのデザインとかを実際に作品でアイデアとして提出したりとかして。そうなんですか。